Ooh.
とみんな抱いてるそれぞれの特別を、oh, 僕にとって紛れもなくそれは君だから愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君が好き今すぐ君に会いに行こうこの青い空飛び越えて Baby I love you baby返しのスピーカーがなくてちょっと全然どれぐらい聞こえてるのか皆さんにどれぐらいの音量で聞こえてるのか全然わかんないんですけど多分あ聞こえてます？あよかったですありがとうございますありがとうございます多分結構向こうでも聞いてらっしゃる方がいるんであそこまでは届いてるのかなっていう思いますねありがとうございますえー、最近ちょっとこういろんな場所で地方に行ったりですね先月韓国で路上ライブをさせていただいたんですけどもうなんかね周りのなんかこう私がどこに住んでるかを知らない方々が今どこ住んでんのみたいななんかこういろんなとこ飛び飛びしてるからなんかとりあえずこの前も打ち合わせした方が日本在住ですよねって言われてあそうですみたいないやなんか結構いろんなところにこうやってね飛び飛びさせていただいて本当にいろんなところに声を届けることができて本当に嬉しいなと思っております、そこで、まあ、韓国でも基本的に日本語で全部歌わせていただいてでも結構いろんな方が泊まっていただいて本当に音楽は全国共通というか、まあ、それに兼ねて、福笑いという曲があるんですけど高橋優さんで私が大好きな曲です世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思うっていうフレーズをどうしても海外で歌いたくてそれを歌いました結構好評だったんで、ここでも歌わせていただきたいと思います福笑い
それではちょっと一曲しんみりと HY で366日。
今日会ってから、CD とかグッズとか一応持ってきたんで、ぜひ買わなくていいんで話しかけに来ていただけると嬉しいですサインいつも何でも書くんで、たまに携帯に書いてくださいとか言われるんですけど、もし T シャツでも何でも持ってきてください。アイリーのサインをみんなにちょっと広めようと思いますそれではちょっとオリジナルをいくつかやらせていただきたいなと。
Apple Music とかいろんなものに載ってるんで、 YouTube もたくさん載ってるんで、ぜひ検索してみてください。それでは苦しいという曲を、この曲は友達が2番手にされていて、とても苦しそうな姿を見て4年前5年前ぐらいに書いた曲です。聴いてください。苦しい。
ありがとう。苦しいって曲でした。私こう結構いろんなジャンルの曲を作るんですけど、ちょっと面白い曲とか作ったりするんですけど、エロ本という曲があります。男性陣にたくさんエロ本エピソードを聞いて、エロ本という曲をちょっと面白半分に作らせていただきました。これね、コール&レスポンスがあるんで、皆さんがどれぐらいついてこれるかちょっと気になるんですけど、サビでエロホーンって言ったらエロホーンって返してほしいんですね。それがここでさてできるのかっていうのをちょっと試しさせていただきたいなと思います。ちょっと練習します。練習なしでいけますかね練習あります。そしたらサビですね。ちょっとサビでいきます。感じですね。ありがとうございます。ぜひ、なかなかエロ本で叫ぶ機会ないと思うんで、ぜひここで発散させていただいて、これ YouTube とかにも上げてるんですけど、人ってこんなにエロ本って叫べるんだねって友達に言われました。ちょっと面白いんで、ぜひ、結構歌詞にもちゃんと歌詞を考えて男性陣が共感できるようにエロ本という曲を作らせていただきました。ぜひ男性陣は共感していただけるとありがたいです。それでは聴いてください、エロ本。いろんなとこに載ってるんで聞いてみてください。
それでは皆さんの明日がいい日になりますようにということで、高橋優さんで明日はきっといい日になる。明日はきっといい日になる、いい日になる、いい日になるでしょう。もうすぐでお時間なんですけど、リクエストがあれば
歌える曲があれば、私がなんかあればなければ進みます。どうぞ。あります？ない。あ、英語の書きやし、歌わなきゃ忘れてた。いつもちゃんとしたライブの日はセットリストというか曲順を決めるんですけど、イベントの日はなんかそのお客さん層とかを見て結構何を歌うかをその場で結構決めちゃうとかって、雰囲気とか、なんだろう、暗さ加減とか、もうちょっと暗くなったらしっとりなんか中島みゆきとかもいいなとか思ったんですけど、はい、ちょっと今中途半端な暗さなので。なんかでも今から歌う栄光の架け橋なんですけれども、YouTube でですね、今300万回再生ぐらいいってるものがありまして、それが栄光の架け橋歌ってる路上ライブ映像なんですけど、毎回こうこれを聞きたいがために、いろんなところに呼んでいただいたりリクエストくれたりとかもたくさんあって、今日はね、せっかく呼んでいただいたんで、ぜひ歌わせてください。いつもね、騒がしくてすいません。それでは、暑いですね。暑い。よし。では、ゆずで、この駆け足聴いてください。誰にも見せない涙があった人知れず流した涙があった決して平らな道ではなかったけれど、確かに歩んできた道だ。
見せない涙があった人知れず泣かした涙があった動画撮っていいですか？こうやってダメな人は顔隠してください右から行きます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。古川愛理という名前だけぜひ覚えて帰ってくださいね。それではラストになります。最後オリジナルソングの、アクシデントという曲を歌って終わりたいと思います。ありがとうございます。それでは、なんか告知があった気がするんです。あ、12月に、ミニアルバムを新しくリリースさせていただきます。MV もですね出させていただきます。ぜひ YouTube チェックしてください。毎週月曜日ラジオやってますいやぜひ聞いてください何かあったっけ。とりあえず古川愛理という名前だけ検索して帰ってください11月11日また横須賀の方でイベントがあって1時間歌わせていただきます。場所がですねちょっと私もよく分かってないんですけど横須賀ということだけ把握しておりまして、詳細はSNS の方に書いてますのでぜひ絶対検索しろよという意味で、はい、そこでどこでやるのかなってちょっと確認していただけたら嬉しいです。それではアクシデントという応援ソングです。ぜひ、今日はありがとうございました。物販やります。ぜひ話しかけに来てください。買わなくていいんで、はい、それではアクシデント。来たチャンスを目の前にすると何かとできない理由を見つけておじけづいて、失敗やリスクを恐れて踏み込めないだけなんでしょう。でもやってみなきゃわからないことの方が多いはず。
11日に皆さんぜひまた横須賀で。ありがとうございました。